こんにちは。日本語 for you のあかりです。元気ですか？今日は文法についてのビデオです。レッスンをしていて、とてもよく聞かれるのが、そうだ、ようだ、みたいだ、らしいの意味と、それぞれの違いについてです。今日はこの4つの意味と接続、使い方について説明します。まず、そうだ。について。接続によって2つの意味があります。1つ目は、形容詞の語幹に接続するとき、あるものの見た目の印象から、それの性質について、それがどんなものか推測して話すとき使います。ちょっと練習しましょう。美味しい。美味しそう。面白い。面白そう。元気な。元気そう。親切な。親切そう。じゃあ、かわいいは？かわいそうですか？違うんです。注意しなきゃいけないポイントは、きれいだ。かわいい。背が高い。のように、見てすぐわかる性質には、そうだを使うことができません。ちなみに、内形、否定形にするときは、面白くなさそう。でも、面白そうじゃない。でも、OK です。二つ目は、動詞の普通形に接続するとき。これは、他の人から聞いたり、本で読んだりして知ったことに使う表現です。何々によると、などと一緒に使われることが多いです。例えば、今度駅前に新しいスーパーができるそうだ。次に、ようだ、みたいだについて、どちらも普通形に接続します。その場の状況からの判断を表す表現です。両方同じ意味ですが、ようだは書くときによく使われて、みたいだは話すときもっとよく使われます。例えば、教室の電気がついています。まだ誰かが勉強しているようです。今日も妹に無視された。まだ怒っているらしい。ようだ、みたいだは、この意味の他に何かを例える時にも使います。これについては別の動画で説明しますね。最後に、らしい。接続は、ようだ、みたいだと同じように普通形です。同じく、状況からの判断を表す場合と、聞いた情報に使う場合の両方があります。次の例の、らしいは、ようだ、みたいだとほとんど同じ意味を表しています。お母さんが咳をしている。風邪をひいているらしい。この時は、らしいを、ようだ、みたいだと入れ替えることができます。さて、だんだん頭が混乱してきましたね。表を作ったので、これを見て整理してください。では、最後にまとめです。そうだは接続によって2つの意味がある。見た印象について話す。誰かから聞いた情報について話すの2つ。ようだ、みたいだは人の話や本によって判断した時に使う。ただし、何かを例える時にも使う。らしいは文脈によってようだ、みたいだと同じ意味になる時と、そうだと同じ意味になる時がある。どうでしたか？ビデオを見る前より少しわかるようになりましたか？まだわからないときは気軽にコメントしてください。
最後まで見てくれてありがとうございました。それではまた次のビデオで会いましょう。バイバーイ。